どうしようか。打ちづら。いかこれでハド優勝した。できたチーム B 初総合優勝でした。携帯揺れるな。MVP はちょっと無理だった。MVP も狙ってたんだけどな、なりたかったんだけどな、MVP 無理だった。かわいい。MVP ちょっと取りたかったけど無理だったな。いや今までのさのも今までのファイナルシーズンのやつのさ試合も考えてって言ってたから、チーム B 初優勝の時私だったから、いや私だったし、そう2回優勝、チーム B 今まで3回優勝してて、この今日以外でね、今までで今日以外でその3回のうちの2回私出てて、2試合とも出てて、そうで今日もめっちゃ頑張ればあるかなと思ったんだけど、ちょっと無理だったな。そう10点差はつけれたんだけど、やっぱ最後の試合の方が印象残るからな。風とみとさん、これなんて言ったっけ、昨日だっけ、お姫様クマタワーって言ったっけ、これ私お姫様クマタワー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。風とみとさん、お姫様くまとはありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。
ありがとう。ありがとうね。いきます。ハワイ行ったことない。海外1回しか行ったことない、なくって。韓国に1回だけある。それしかないな。それ以外ないよ、行ったこと。波動つ、ね、続くみたい。嬉しい。え、波動、次の始まるやつ、武漢でやるか知らないけど、いっぱい出たいな。波動、意外と好きなんだよな、ああいうの。わかんない、それすらどういう感じするのかわかんない。今度から、今度また始まるやつわかんないんだよな。いやほんとね、3戦目が大事って言われてたんだよね、私が出る試合が。ここでいかに点数差をつけて4試合目に余力を持たせるかっていう。そう、って言われてたんだよな、コーチの人に、コーチに。そうだから3試合目で私がどれだけ点を取るかだったの。そう。え、でもさ、あの私なんだっけ、7点差あった、6点差7かな、あったよね、7何点差だっけ、6か、6点差あったのか。そうでも6点差だったらさ、3点差で勝たれたら、3点差だったらあれか、引き分けか。でもさ、こう3-3で考えるとさ、簡単に引き分けになるじゃん。だからもっと差をつけないといけなくて、絶対に勝たないといけなかった。これだけ一番最後の試合に点数をつけられるかっていう余力を持って、一番最後の試合いけるかっていう、3試合目が一番大事だった。分かった、点差つけれて、そこでしっかり勝てれて。でも今日さ、珍しく1点しか失点してないんだよ。いつも 何点か失点しちゃうけど、1点だけ。ゼロが良かったけど、ちょっとさすがに無理だった。1点だけ失点。初めて。こんな失点少ないの。よかった。2ゲーム終わった時本当に焦って、2ゲーム終わった時はなんだっけ、1点負けてたんだっけ、あれ、あの私たちの試合だけで見たらだっけ、なんでそう負けてた、総合では勝ってるけどみたいな、2点か、2点負けてたのか、分かった。なんか思ったように1点も取れなかったんだよな、2ゲーム目、2試合目、ゼロだった。まあいいや、勝ったし。
張しないのがさ、え、緊張するよ。緊張するっていうか、なんか緊張する、普通に。ああいうやつなんかコンサートとは違う緊張。筋肉痛にはなんないじゃない、そんな。だって一試合しかやってない。いつもさ波動出るとき私2試合出ることが多いから、2試合なんていう、2回出ることが多いから、今回1人ナミ以外はみんな1回じゃん。だからいつもよりかは少ないんだって。え、練習できなかった、みんなしてない練習、ぶっつけ本番ね、延長多かったよね。え、私初めて延長あったかもしれない今日。1試合目？1ゲームね。初めてさ、あのドローの延長戦、多分今までなかった気がする。あったかな？なかった気がする。あったっけわかんない、多分ない。最初はさ、ランちゃんが欠けてたから、ライフがランちゃん狙おうと思ったんだけど、斜めの人って狙うのめちゃくちゃ難しいのね。そっちの方を狙っちゃうとさ、球が斜めから来るわけじゃん、ひな子から、正面のひな子、正面にいる、こう斜めの方向めちゃうとめっちゃ受けるの難しいの。もうだから無理だなと思ってひな子のライフを削った。欠けてなかったけど、だからさ、正面、みんな正面のメンバーとしか、ただ基本そんな感じになっちゃうんだよね。難しくって、そう、狙うのはできるんだけど、斜めの人でも、もう一人の人から球が来るわけじゃん。2対1で戦ってるわけじゃないから、2対1めっちゃ難しいんだよね、その見てる人以外から球が来るのが難しい、避けるの。楽しかった、どう今日の試合。ウーピーは欲しかったけど欲しかったないね、わかるしな。なったりよ、一緒のご褒美旅行じゃないね。あのチーム B の優勝は、あ、優勝のご褒美、優勝商品なんていうのは、総合優勝のやつは CM、 チームの CM、 その発生地がどこになるかとかであれかもだけど、キラの上手くて感動した。え、今日なんか上手かったよね。だって1点しか取られてないんだよ全部よきてた。1ゲーム目と3ゲーム目、最後のやつ1点も取られてない。真ん中の試合で1点取られちゃった、それ以外は1点も取れてない。
何の、どういう CM かはねあんま分かってないんだよな。とりあえずチームの CM としこうかな。今もあるけどハラハラしてました。正直だな。え、でも結構避けてたよ。1点しか失点しないからね。ゼロだけど得点2ゲーム目は。今日は一番受けれた。ボール。落ちる方はいや、そういうもんじゃないけど、ひなこもうまいよ。めっちゃ受けるのうまいし、全然当たんない。マジで難しい。なんかもううまいからね。そうなの、6ゼロで下げる。ねえ、よかったよね。ほんと10点差つなげれてよかった。いや、コーチが言ってたような試合運びができてよかった。試合が始まる前、今日のさ前半戦が始まる前にさ、全部の試合が始まる何1回目の前半戦の始まる前、ほんと待機してる時に、入場前の前半戦の、そう、今日の試合どんな感じで進めるかみたいな作戦で、1試合目2試合目は2試合目はとにかく失点しないようにみたいな。1試合目はなんて言ってた、でも1試合そんなでもしつつしてもしないようにみたいな感じかな。で3試合目でどれだけ点差をつけられるかみたいな、そんな感じで言ってた。で4試合目に持っていけるかが大事って。でもさ1、2試合目でさ結構まあまあ点差あったからさ、あれだけど、シールドのコーチの作戦なんか一回してみたいみたいな感じっぽかった。ダブルシールド、シールドのシールドを使う人2人みたいな、そういう試合もやってみたかったみたいな、だから今回みたいっぽい。コーチの試合しっかり把握してあげようかな。 MVP になる。いや、コーチの人には言われてない、マネージャーさんに言われた。コーチの方じゃないんだよな。マネージャーさんに、山田さん MVP 取ってきてくださいよって。前半戦始まる前。朝に言われた。無理だった、取りたかった。もうちょっと私が得点したらあったかな、なかったか。決まってたかな、もう。その最終試合に出ない時点で私が。最後に出る人の方が練習に残るからな。
勝ちシールド延長に向けて勝ち越しシールド残したの勝ち越しシールド延長に向けて勝ち越しシールド私の試合だっけそうだっけちょっと分かんないでもねあのシールドブレーカー使うタイミングは良かったって褒められた嬉しいシールドブレーカー使ったんだけどそう2枚目貼ったら発動してって言われて1枚目貼った瞬間さめっちゃ発動したくなったんだけど耐えて待ったちゃんと2枚目まで壊してちゃんと押しかけたんだけど一瞬あっと思ってシールド貼ったと思ったけど違うわと思って2枚目だからだと思って耐えた危なかった押しかけてたて、うん、シールドブレーカーの方が時間が短いからあんま早くやっちゃうとね足りなくなっちゃうんだよね最後よかったちゃんと思い出して押す直前にでもってさいつかさあれ使ってみたいんだよねゴールデンショットいつかで今日みたいにさあんだけサイズが大きいとか段数が多いあんだけ多くないと使えないけどいつか使ってみたいあれ当たった時めっちゃ気持ちよさそうじゃないこう4枚抜きした時10点だっけ入るのめっちゃ楽しそうじゃんでもサイズが大きくないとあ4点かあれ4あれによるどのランクを使うかによるあ最大レベルで10なのかそういうことかいつかやってみたいあれでもちょっとサイズと段数がスピードはどっちでもいいけどサイズと段数がさスピードもまあ異常遅いのだと厳しいけどさサイズと段数が結構あれ大きくないと読み抜きって厳しいからいつかやってみたいあれゴールデンショット使ってみたいいつかつ次の稼働で使う機会があればやりたいあれ楽しそうじゃんゴールデンショット使いたいアプリで応援したありがとう本当エナジーたくさんありがとうございました皆さん投げてくれてあんないっぱいでいっぱいになって嬉しかった何人が私の方にって言ってくれたのもあるけど本当それのおかげでもあってサイズスピード段数がさ一番最後の試合さ全部レベル5でめっちゃやりやすかったありがとううんグランツアットマーク強化タムズさん頑張ったわありがとうございますありがとうありがとう頑張ったわ久しぶりに見たなそれ
ハントさん頑張ったわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとまあ、次から始まる、いつから始まるか分かんないけど、波動も楽しみ、出たいっぱい、次のやつ、楽しい。なんか波動ってさ、あれじゃない、スポーツとさゲームの なんていうの、中間みたいなスポーツも好きなの、ゲームも好きだし、好きですね、入れたいな。今度個人戦ってなるのかな、わかんない、それともなんかチームじゃなくなるからだけど、なんかグループが作られてそのグループみたいになるのか個人になるのか、あんまわかんないけどどうなんでしょうか。筋肉痛なんないじゃない今日だって1試合しか出てないもん、いつも2試合出てなんないもん次の日4試合出た日はさすがになったけど、次の日いつも2試合出てる日筋肉痛なんないんだよね、なんないじゃないだから1試合いつもより少ない、なるかな、なんない気がする、3対3での試合すごそう、2人でも結構移動するのになんかぶつかりそうで怖いんだよねだからこう右に行ったりとかするとき、こうなんて右左こう端っこに行こうとしたときに、場所交代しようとしたとき怖くてぶつかりそうで、ゴーグルしてるから見えるのは見えるんだけど、普通のさしてない状態でか視界が狭まるからね、怖いんだよね、3人って大変そう、ちゃんと練習してないと動けなくないです、2人でも結構あんま動けないから、もう右左どんな感じやったことない、公式はさ、あね、なんか私さ一番最初の波動さん行く前にさめっちゃ波動の動画全部見てYouTube に上がってる動画、あの波動のなんかルールとかの基本的な動画も全部見たし、なんかこういうのしたらコツみたいな動画も全部見たのねプロの方がさ、プロってかなんかその選手の方、プロかの方が喋ってるような動画全部見たんだけど、確かに3人でやってた、でもそいつたちってさめっちゃ練習してるじゃん、選手だから、そいつたちとは違うからね、もうぶつけ本番でやったりするからな、その時のメンバーとみたいな、どうなんだろう、やるのかな3人とかで、分かんないけど、
いつだろうね、波動早くやりたい月1ぐらいで出たい。こっちに終わった後良かったですみたいなでももう勝った時大体そんな感じ、こっち優しいみたいな感じで言ってくれるキプテン発射3件前にエンジン組む時何かあるんです。俺さエンジン組むとか知らなくってさ、別に組むとかルールもないけど、チーム K がやってて、でも B もその場でやるかってなったんだろうけど、そんな B やるとか聞いてないから普通に帰ろうとしたらそう呼ばれた、あエンジンやるんだってなって戻ったあやるのねみたいなき聞いてないその場でそうなったんだろうけど結構ギリギリで言ってたんだろうな、聞いてなかったら帰ろうとしたらあやるんだみたいな感じK やってたけどさ、一番最後の試合は K もBもやったけど、でも K がやってたからその私たちの試合の時 K やってたけど B やんなかったのよ。だからさ別にやんないかと思ってなんかやんないかなと思って帰ろうとした、 MC 席に帰ろうとしたらやるみたいだった。何時起き？今日5時起き？ 5 時に起きた？知らなくないって感じ。いやでも試合が始まる前とかこいつと話してて、そのなんだっけ、私の3試合目が終わってはけた時にさ、何点差か話して10点差だからまあなんかすごいボコボコにされない限りは大丈夫かなみたいな感じだったからね。結構ハラハラって感じではなかったけど、最初2点取られたけど、でも相手は10点差あったから9点差、2点取られても9点差しないと逆転ができないから9点差をつけないと、だからそうすごいボコボコにやられない限りは大丈夫でしょ。コーチともそんな感じだった話して、作戦通りですね。3試合目でたくさん差をつけて4試合目に余裕を持っていくっていう作戦通りよかったセカンド後半の間に昼寝する時間はなかったです。してないですね。ご飯食べてなんか、ちょっとメイク直したりしてたら時間でした。そう7試合目私の試合めっちゃ大事だったのいやコーチの人は言ってて、しかもそれ1試合始まる前、前半開始前にそれ言われたのチューム B で集まってる時にそれ私のみんなを出る3試合目が大事だからみたいな、もうここでどれだけ差をつけるか
だからみたいな感じだったのね。で余裕を持って一番最後の試合に行くかって感じだった一番大事みたいな。しかもそのナミンはシールドだから、ナミンが得点ってよりかは守るって感じだからさ、私が点取らなきゃいけないから、私がその欲しいって言ってるのもそっちの方だからよかった、それ通りになって。はい、かずやくんありがとう。分かったよ、勝てて。そうギリギリだとね、あんま点差がないとさ怖いもんね、プレッシャーもあるし最後の試合であんま点差がない、まあ面白いけどその分ね、なんかどうなるか分かんないみたいな。 A 対4とか特にそんな感じだったよね、もうどっちに行くか分かんないみたいなね、面白いけど見てて。でも出てる側としてはさ、やっぱさ点差つけて一番最後の試合行きたいけど、見てる方としては最後のどっちが勝つか分かんないわ、確かに面白いけど面白いけどね。お弁当出たよ、もちろん。お弁当出なかったらちょっともうやばいよ、一日あるのに。言ってる方が気が気じゃない僅差だったらめっちゃ怖いよねうん、怖いよね、ハラハラするよね。結構点数差がある方がそれやっぱもう心に余裕があるからさあ、私は見てる側だったら面白いけどね。自分が出る側だったら試合に焦るもんね、僅差だと。なるちゃんと対戦私したことなかったっけ？ある気がする。覚えてない気がするけど覚えてないな、どうだっけやばい、負けてる気がするな、その試合。うん、あ、今の状態での私今あるかな、次の波動でなるちゃんと戦うこと次の波動がどんな感じで進むのかも分かんないけど、
ね、どんな感じでやるんだろうね。あんま知らないんだよね。波動、波動やろうってことしか知らないという感じですよ。なんかわかんない。なるちゃんとかで最近アタック、なるちゃん、でもなるちゃんもさ攻撃アタッカーの人じゃん。マホピョンと一緒に組んだこともあるんだけど、優勝した回マホピョンとも組んで、アタッカーもやりやすいけど、シールドだった方がやりやすいんだよね。シールド得意な人がいた方が。いや相手も同じだったら別にいいんだけど、まあ一周ぐらいで、まあ、シールドだった方が戦いやすいけどさ、相手が2人ともはアタッカーの場合、シールドだった方がこっちの方が壁があった、相手がシールドとシールドの場合持ってる人とアタッカーだったら、こっちアタッカー2枚だったらね、ちょっと邪魔なんだよな、シールド。シールドって得意不得意、シールドの得意不得意ってより、私はシールド貼るより攻撃したくって、シールドも貼れるけど、シールドを貯めてる間って攻撃ができないのね。だから攻撃したいから、私はでも攻撃が苦手みたいな人はシールドをいっぱいやった方がいいみたいな感じ。シールド貯めてる間打てないからと思う。その腕デバイスつけてる腕を地面と垂直、デバイスつけてる腕を地面と垂直にしないといけなくって、多分打てないのよね貯めてる間。だからね、攻撃したいんだよな。シールドって攻撃するのが安全だけど、シールドも貼れる枚数決まってるから、決まってるんですよね。シールド最高5枚貼れる。でなんかあのレベル5まであるじゃん、あれが1枚ずつ増えてく、レベルが上がるごとにシールドの枚数と強度が上がってく。決まってるんですね枚数。ちょっと杏仁豆腐で埋めちゃう。いいな、私も食べたい。昨日話して食べたくなった。食べたい。強度、そうシールドの強度。レベル1はボール何個だっけ？何個で壊れるとかまでちょっと覚えてないんだけど、結構すぐ壊れちゃうんだけど。こう上がるにつれてボールのこのシールド壊すのに必要な個数と
秒数が増えてく。シールドって攻撃しなくても放置しとけば勝手に壊れるのね、あれ秒数もあるから。でも弾当てることで、エナジーボール当てることで、その放置するよりも壊れるのが早くなるっていう。だからみんな当てて壊すんだけど、放置しててもいいです。でも邪魔だからね、隠れるから、あの後ろに。そう、秒数もある。秒数と壊すのに必要なボールの個数がレベル上がるごとに増えていく。だからレベル5はなかなか壊れない、秒数的にもなかなか壊れないし、必要なボールのエナジーボールの数も多い。だからカチコチとか使ったらね、なかなか壊れないんだよね。秒数も関係ある。時間経てば壊れるシールド。それでもか、まあね、そっちの方がの放置してるよりかは早く壊れるから、ボール当てた方が。でシールドの後ろに隠れるじゃん、横から狙おうとしてもさ難しいんだよね。こう前にやって、この横の隙間から狙おうとしても難しいんだよ。一人がシールド壊してたら私横から狙いに行くけど、二人固まってたらね、二人固まってなかったら無理だけど、二人、その相手がさ二人固まってシールドの内側行って、私ともう一人の人、私もう一人のメンバーがシールド壊してくれてたら横から行くけど、そういうのも考えないといけないから難しい波動。なんかとにかく打ってればいいわけじゃないもんね。なんか考えないといけない、難しい。弾も使う、意外となんかどういうスキル使うとかさ、どのタイミングでシールド、シールド貼るのはでも結構私適当に使ってるな。なんか壁欲しいなって時に自分のシールドは。なんか難しい。ゲーム多いの？わかんない。でもね、作戦考えてるな。今コーチだね。コーチがいるから。ファイナルシーズンコーチが考えてます。考えてくれてる。え、本当波動いっぱい出たい。次の始まるやつどういう感じか知らないけど。B のコーチやつ、そう、でも B のコーチすごいね、熱心にいろいろ教えてくれる、聞いたら作戦とかめっちゃ考えてくれるし、コーチに怒られたり聞いたことないな、他のチームでも。
マジ別れるは聞いたことないかキョウスケセットの時、上のコーチめちゃくちゃ早く出てきてるいやね、めっちゃ気が入ってるからね。もうさ、スキル設定、最初はコーチングが始まる前とかタブレットされて30秒のカウントが始まってからこうタブレット見てさ、メンバーでコーチがいない時、シーズン2とかそう、なんかタブレット見てなんかあのメンバーで考えて押してたんこれみたいな。だけどコーチさ、その30秒がカウントダウン始まる前からさ、もう押してからさ持ってきてくれんのもうこれでやっといたんでみたいな、これでで30秒の間に作戦教えてくれる、どんな風に使ってみたいなあのそう考えないで、自分たちで考えるの難しいからさ、スキルこういう組み合わせで使うとかコーチが選んでくれてる毎回で、他のチームもだろうけど、もうコーチが決めてそうこれでみたいな、もうこれで行こうと思ってるんでって感じでアウトされる。めっちゃ早い。だからさ、決まんないみたいなやつがなくなったよね、ファイナルシーズン前までさ、結構さ、ほんと30秒で決めるのって難しいんだよな。タブレット渡されてそっから考えるじゃん、めっちゃ難しくって、短いから時間が、そう、どういう組み合わせで使うとかもあるじゃん、スキルのさ、必要な個数もあるし、どの組み合わせ、ランクの組み合わせを選ぶかとか難しいんだよねだからコーチが選んでくれるのはね、ありがたいねそう、30秒短いよね、難しいそれで選ぶの難しい。いつもさ、大体その日にやってる誰かしら30秒以内にすぐパッて決めるチームもあれば、全然決まんなくってみたいなところもいたけど、それがなくなった。ファイナルシーズンコーチが選んでくれるから現場で選ぶのは難しい。みんながボール集めてる間に考えかな、多分この個数が集まったらこれでみたいな、多分考えてるんだと。スキルは毎回コーチが考えてくれてファイナルシーズンの私たちはそれで言われたやつをやり方聞いてやるっていう。あ、55分ありがとう。そうだからね、すっごいやりやすくなった全部教えてくれるからコーチが。じゃあランキング読もうかな。13位からランキング読みます。13位、香港の春マットマーク、優勝おめでとうさん、ありがとうございます。12位、丸さん、ありがとうございます。変わったランキング、13位かもう一回読みます。13位、としのりさん、ありがとうございます。12位、香港の春マットマーク、優勝おめでとうさん、ありがとうございます。11位、まるさん、ありがとうございます。10位、にゃんこさん、ありがとうございます。9位、にゃんほそさん、ありがとうございます。8位、ひめらとマーク、12位に勢いと希望をもたらしたタムが MVP さん、ありがとうございますMVP。7位、しんさん、ありがとうございます。
6位大野高文アットマーク祝勝会中さんありがとうございます。5位ラボーナさんありがとうございます。4位フロマンさんありがとうございます。3位ウドさんありがとうございます。2位風とミトさんありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク許可タムズさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございました。明日の配信は明日の配信も夜かな。今日よりは早くするかもだけど、でも同じぐらい23時台か22時台ですかね明日もかな、やろうと思います。22時台か23時台ですかね。よいしょ。私さ髪切ってからパーカー着たかったんだよね。切れてよかったここのさこうフードに髪がかからないっていうのが楽ですねいやボブの子とかがパーカー着てるのが可愛くって、いや、いるじゃん。ロングも可愛いけどボブの子が着てるの可愛くない？ミオさんがメールで、あ、髪型褒めてくれてた？え、でもね、そう帰りのさエレベーター乗ってる時にミオさん隣だったんだけど、え、そうすごい褒めてくれてね。あと今日の服装が好きって、今日ズボン履いてるんだけど、ジーパン履いてるんだけど、そう、そういう服装をずっと着てほしいって言われた着てほしいって嬉しい、めっちゃいいって言われた、嬉しかった。時間あと1分か、もうちょっとできるじゃん。え、そう、なんかいろんな人からメイクさんとかもからも髪型いいって言われる、嬉しい。あ、もちろんロングの人、ロングの方がいいって人もいるだろうけど、でも髪切っちゃったんだもん、ロングの方がいいって言われてもじゃあ明日も、明日もなんだっけ、22時台か23時台ぐらいで配信すると思うので、ぜひまた見に来てください。 XR、 え、可愛いよねこれ、後ろも可愛いんだけど見えないや諦めたじゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。おやすみなさい、また明日、バイバイ、またね、ありがとうございました。おやすみ、またね、おやすみなさい、また明日。